ニューヘン城陥落。この知らせは同盟軍に激震をもたらした。城の守りについていた一部の兵は、撤退してナルビアを目指す。だが、逃げ出した兵を帝国が黙って見過ごすはずがない。帝国はゴラン高原に追撃部隊を差し向け、殲滅作戦を展開する。撤退部隊を守るべく、リース率いるシノン騎士団はゴラン高原に出撃した。帝国軍と感化を交える中、シノン騎士団は盗賊の襲撃を受ける。帝国と盗賊、二つの勢力を前にしても、シノン騎士団は二人の決意で戦い続ける。彼らの後ろには、守るべき命があるのだから。今日もベルサガ実況を始めていこう。前回は、回避率が高い上に体力も多い、ピサロたちを倒したぜ。同盟軍は着々と離脱しているね。この調子でどんどん逃がしていこう。手持ちの武器が心もとないダウドさん。いやー、いまいちパッとしない見た目だから、そんなに強くないだろうと思って武器を渡していなかったんだよ。これならディアンさんの武器を渡しておけばよかったね。盗賊討伐隊の方はピサロたちのせいでボロボロだよ。ディアンさんとシルイスは、もう1、2発でやられてもおかしくないな。レオンさんを向かわせたけど持つかどうか。と、ここでラクロス元イラウロスが痺れを切らしたようだ。不甲斐ない部下に代わって自ら出陣したよ。しかし、撤退部隊も残り4人。これは余裕で逃げ切れそうだ。だが、体を張ったシノン騎士団の戦い方にも無理が見え始める。ディアンさんに攻撃が命中からの、戦闘不能になってしまったぜ。戦闘不能になったキャラは基本的に移動しかできない。しかも、途中でへばって移動地点までたどり着けないこともある。そして何より怖いのが敵に捕獲されること。死亡するわけではないが、復帰のためには身代金を支払う必要があるぜ。というわけでディアンさんの周りの敵を片付けるよ。いつもの死闘で手早く片付けよう。敵を倒したものの、レオンさんの体力も大きく減ってしまった。敵の命中率は3割ほどだったのに、ここまでやられるのは誤算だったな。いつものステータスアップを確認してから、ディアンさんを戦場から離脱させるよ。離脱地点が近いのが幸いだな。戦闘不能者を移動させると、ノロノロビームを食らったかのような遅い動き。しかも目的地の途中で足を止めてしまった。このように、どんな強キャラも弱者になってしまうんだよ。友軍の撤退が順調なので、サピアにはシノン軍の回復をしてもらおう。これで戦線が安定するといいな。敵の方にもヒーラーが登場。戦線から離れているのですぐには影響はないだろう。敵の勢いを削いで、これは楽勝ですわ、と調子に乗っている時に、目を疑うようなユニットが登場する。あ、ドラゴン。いきなりファンタジーな生物が登場して動揺したぜ。魔法はあるけど、ファンタジー系の生物が出てくるのはこれが初めて。ドラゴンナイトのラレンティアか。一方、ディアンさんは HP を回復してもらうため、サピアの元へ向かう。まあ、HP が全開したところで戦闘不能は治らないんだがな。軽傷とごっちゃになっていたよ。相変わらずのザルっぷり。また一人、友軍がゆっくり進んで離脱したよ。これで残るはあと二人だな。よし、目下の敵兵もあと少し、こいつらを片付けて部隊を合流させよう。命中率68だがどうなるか。外れ。あらら。ならば今度はエルバートさんで、命中率80、これはいったな。いけませんでした。ぐむ。アーサー君、すまんが頼んだ。命中率79の攻撃を叩き込んでやろう。はぁーん。おいコンピューター、命中アルゴリズムいじってんと違うんか。攻撃が外れる確率はそれぞれ32、20、21% だった。それらの攻撃が3回全部外れる確率は、0.32×0.2×0.21=0.0134。つまり、攻撃が全部外れる確率は 1.344% だぜ。納得いかねえ。言い換えれば命中率 98.656% の攻撃を外したことになる。あ、なんだそれなら外れても仕方ないね。お前の基準は何なんだ。命中率98は危ない数値。スパロボで学んだことだよ。ドラゴンナイトが突っ込んでくるさなか、ここで盗賊に新たな3人組が現れる。
こいつらは全員、属性武器の斧を持っている。商人から強奪したもので、リースたちは、これらの斧を取り戻すサブクエストを受けているよ。ピサロと比べれば、こいつらはなまっちょろいもんだぜ。さっき3連続攻撃をかわされたやつにもう一度仕掛けるよ。また外れ。HP 残り1のくせに生意気な。お前のような雑魚にかまけている場合じゃないんだよ。こうしている間にも敵の後詰めがやってきているぜ。これで終わりだよ。終わりませんでした。一体なんだこの神回避マンは。ちなみにここまでの攻撃がことごとく外れる確率は、約 0.09% だぜ。おかしい、狂ってる。もうエルバートさんは諦めて別の敵を攻撃してるな。この神回避マン、こっちの攻撃はかわすのに、自分の攻撃はしっかり当てるという。あかん、高血圧になってしまう。この三人衆との戦いに向けてシルウィスを回復。でも、シルウィスさんだけじゃ戦力が足りないよ。誰か援護に向かわせるか。うわぁ、ドラゴンがズズイッと来たよ。ちょうどいいタイミングでセーブの時間だぜ。敵の増援も少なくなってきた。というか指揮官のラウロスはどこに？馬に乗っているのに、上の方で一歩、二歩の移動を繰り返しているぜ。ならいいや、目下の問題はこの神回避マン。ただのモブなのに、こいつの相手はそこらのボスより精神を消耗するよ。お願いします当たって。もうこいつ異能生存体だろ。ここまで6回の攻撃を回避、すべて回避できる確率は 0.0288% だぜ。ちなみにナンバーズ3のストレートを当てる確率は 0.1%。我々はその約4倍は低い確率を体験したことになる。ふざけるなぁ。そっちがその気ならねえ、こっちにも考えってもんがあるんですわ。あ、何をするだぁ。オラオラオラ。キラークイーンの能力。バイサダスト。君が、倒れるまで、ロードするのを、やめない。無駄。お前は、私を怒らせた。システムの力を借りて切り攻撃派。同盟軍、最後の一人も無事に撤退できたよ。今回は完璧な立ち回りを見せれたな。これであとはシノン軍も撤退すればいいけど、サブクエストを片付けていこう。このドラゴンナイトも気になるところだぜ。うん、攻撃ができないよ。ドラゴンナイトは空を飛んでるからな。近接武器は反撃でしか攻撃できないぜ。なるほど。ここでラレンティアがリースの元に、イベントが始まるぜ。彼岸島並みのワーワーが響く中、リースの元にやってきたラレンティアには敵意はなかった。突然のドラゴンナイトの登場にびっくりするリース。言うほど突然ですかね。遥か上空を飛んでいて気づかなかったということかな。どうやらラレンティアは同盟軍に投降するためにやってきたらしい。突然の申し出にいぶかしむリース。まあ、無理もないね。訳を尋ねるリース。どうやらラレンティアは帝国軍人ではなく、帝国の占領下にあるペシル王国の騎士らしい。ペシルはすでに帝国の言いなりになっており、ペシル騎士団は市民の虐殺に加担させられているそうだ。やっぱ帝国ってクソだわ。ラレンティアはその虐殺に加わることを拒絶して、同盟軍に加わり帝国と戦うことを決意した。えらい。こうしてラレンティアも撤退作戦に加わってくれたぜ。味方の撤退はもう済んでるんだけどね。ラレンティアさんが仲間に加わったところで続きをやっていこう。まず、もう戦えないディアンさんの予備の装備を、ダウドさんに渡すことにするよ。このライトアクス、今までよく壊れなかったな。マップの北側では、ラウロスを迎え撃つ部隊を展開させていたけど、ラウロスは撤退を始めたよ。お前も逃げるボスか。ちなみにラウロスのステータス、うお、強い。装備の質からして違うよ。真っ向からやり合っていたら、誰かやられていたかもな。ここでようやく斧の三人衆との初戦闘。こいつら足が遅すぎるぜ。命中率は何の憂いもない 100%。ピサロたちとは大違いだ。斧がどうのこうの言っているけど、武器の性能に頼るなんて二流の戦士だね。クリーンヒット。まあ、特別な武器を手にした雑魚って感じだね。シルウィスでさらにもう一発攻撃するよ。倒せるのが分かりきっているのでカットしたぜ。
結局、雷雲の斧を持つドミニクは、自分が負けたことを斧のせいにしていったよ。トールハンマーみたいな性能でも期待していたのかな。ラウロスを倒せないか確かめてみよう。向かうはなんか凄そうな武器を持っているラレンティアさん。ああ、これは微妙だね。命中率はあるが、盾防御されたらどうしようもないな。散々迷った挙句、試しに攻撃してみることに。気合の入ったアニメーションだ。属性効果は通ったけど、槍の攻撃力は一切効かなかったね。よし、ラウロスは放っておこう。家に帰りたければ勝手に帰ればいいんだ。ここで斧3人衆の残りの2人が、おかしな動きを見せる。あれ、あいつこっちに向かってこないぞ。はい、ドミニクがやられたことで残りの2人は逃げ出しました。これにより、積極的に倒しに行かないと、残り2つの斧を回収できなくなります。なんというチキンぶりだ。ラーズ神官が味方を回復させられる距離に来たな。なんかずるくない？こっちのヒールは1マスだけなのに、ダークヒールは5マス先の味方も治癒できるなんて。これがラーズ神のカゴとでも言うのか。ベリア神も頑張ってくださいよ。キツネ狩りならぬ山賊狩りの始まり。このステージでは大活躍のシルイス。ここも頼みますぞ。よし、当たってくれた。やっぱ安定感って大切だわ。回復などさせるものかと、ランティアさんが上空から神官を狙う。機動性がいいって素晴らしい。空を飛べる分騎兵より速いよ。ああ、なんてことだ。ここは当てて欲しかった。おかげで瀕死の敵を回復される事案が発生。ぐぬぬぬぬぬぬぬ。優勢でも精神衛生上良くないことばかり起きてるな。はい、敵のおかわり追加です。うお、帝国軍多すぎ。なんか残りの戦力を一気に放出したって感じだね。あんな部隊が来られては山賊狩りどころではないよ。ガルドにとどめを刺しておこう。鋼鉄の矢プラスは高い攻撃力と命中補正があって使いやすいね。おかげでこのステージで使いまくってしまったぜ。まあ、結果を出しているから OK だよ。これでガルドも撃破。この三人衆も残すはあと一人だね。現在18ターン目。本来なら敵を倒すため部隊を前に出したいところだが、24ターンという時間制限があるため、離脱ポイントから近い位置に部隊を固めているぜ。敵との距離が結構あるね。これは全滅させるのは無理だろうな。適当に戦って切り上げるとしよう。しばらく平和な時間が流れたよ。この時点で勝ちが確定しているからな。焦ることは何もない。あ、この三人衆の最後の一人が、帝国軍と合流してしまったな。こうなってしまっては仕方ない、あいつは諦めよう。そしてさらっと撤退するラウロス。二代目シャモスだな。アーサー君は HP が減っているから、敵から遠い離脱ポイントに向かわせよう。そして、20ターン目。リースからスケさん、カクさん、もういいでしょうとのお達しが。いよいよ離脱の時。敵に肛門を向けて走り出すよ。まずは重傷者のディアンさんが離脱。これで一安心だぜ。敵陣の真っただ中にいるラレンティアさんも引き上げさせるよ。空が飛べるから撤退もスイスイだぜ。味方から近い敵は排除しておこう。リースとか HP 級だから、事故を防ぐための処置だぜ。一人突撃してきた山賊も倒すよ。時間はなくても経験値は少しでも稼ぎたい。おや？なんだかネームドが一人混じっていたよ。トロヤとかいうやつらしい。俺が殺した人間はお前でちょうど100人とか生きっているよ。賞金首のバレリントンは50人殺して指名手配されたのに、こいつは100人近く殺しておいて賞金なしか。きっとナルビア領外で殺し回っていたから、傭兵ギルドも把握していないんだよ。ともかく、目の前にやってきたネームドを放っておくこと、我々は甘くないぜ。体力が多いから弓でチクチク削っていこう。これで半分削れたな。続いてシルイス。
最後にシロックさんでとどめを刺したぜ。これでトロイアを撃破。思ったよりもやるじゃねえかと、捨て台詞を吐いて死亡したぜ。素材アイテムシュバインの皮をゲット。さて、トロイアも倒したことだし、戦場からの離脱を急ごう。その後、シノン騎士団の撤退は何事もなく進み、22ターン目にラレンティアさんの撤退が完了したことで、今回の任務はおしまい。ところがナルビアに戻ると、ラレンティアさんは帝国のスパイ容疑で拘束されてしまったぜ。なんてこった。リースはラレンティアはスパイではない、ラレンティアのことを一番よく知る俺が言うんだから間違いないと言って、彼女の釈放を訴えたぜ。一番よく知っていると言っても数時間前に知り合ったばかりだけどね。結局、ラレンティアの釈放は叶わなかったぜ。ラレンティアに謝罪をするリース。だが、リースは諦めなかった。リースは監視を買収して、戦場に赴く時にラレンティアをこっそり連れて行けるようにしたぜ。ドラゴンなんて引き連れていたらこっそりどころじゃないと思うんですが。とにかく、ドラゴンナイトという強力な仲間を得ることができたぜ。新たな仲間を迎えたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。